はい、どうも、メダロットに関する情報をお伝えするメダロットニュースをお伝えするナウノヘイです。今日はメダロット S の最新情報を中心にお届けしたいと思います。まずはこちらをご覧ください。はい、ということで6月17日からディレルビートルのピックアップガチャが登場いたします。日程については6月17日木曜日の15時から6月24日木曜日の14時59分までとなっております。それでは早速機体について紹介したいと思います。機体名はディレルビートル KWG 型のメダロットでございます。ゲーム版メダロット4から登場しているオークワ型をモチーフにしたメダロットでございます。個人的にはね、メダロットオフィシャルカードゲームのボンボン限定スターターボックスについていたね、特典カードがね、めちゃくちゃかっこよかったんでね、それが印象的でございます。そしてこちらの機体、メダチェンジが可能な機体となっておりまして、メダチェンジ後は脚部が2脚タイプから車両タイプになるといったところ、そして技構成もね、格闘主体のところから射撃主体にガラッとね、変わるようなメダロットでございます。それではステータスについても紹介したいと思います。レベル90のステータスがこちら。はい、頭部がデスパレート、右腕がビームソード、左腕もビームソード、そして脚部は2脚タイプで、脚部特性はフォートレスとなっております。変形前の特徴は何といっても頭部パーツのデスパレートではないでしょうか。反動ダメージが発動する代わりに攻撃力を3倍にするっていうね、そういった強力な能力を持っております。こちら現在開催中のオメシスさんとのコラボ機体バラシタリオのね、頭部で初めて実装された技なんですけども、今回男性型としてね、初めて登場するといった形でございます。そしてね、この機体ビームソード、両腕のビームソードも非常にね、威力の高い形になっておりますよね。この頭部パーツデスパレート組み合わせるとね、非常に強力でございます。そして変形後のステータスがこちら。ドライブ A がレーザー、ドライブ B がブレイク、そしてドライブ C がナーパーム、そして脚部は車両タイプになりまして、脚部特性はアダプターを持っております。変形後の特徴としては、ドライブ A、B、C がそれぞれレーザー、ブレイク、ナーパームに変わってね、光学、重力、火薬の3つの属性を使えるようになる点ではないでしょうか。どれもチャージゲージを中消費する技なんですけど、性能がね、非常に高いのでね、チャージゲージ消費するに値する活躍ができるんじゃないかなというふうに思っております。脚部特性のアダプターもね、非常に強力で、どの地形でも相性よく戦えるといった形でございます。この機体の非常に良いところなのかなというふうに思います。ディレルビートルはね、もともとボンボンの X 計画出身のメダロットだったりね、藤岡健貴先生の漫画のメダロット R での活躍だったりね、あとはテレビアニメのメダロット魂でね、全編を通じて活躍しているところとかね、まあなんだかんだ言ってめちゃくちゃデザインがかっこいいところとかね、非常に人気のあるメダロットだったりするのでね、楽しみにしていた人もいらっしゃるんではないでしょうか。今回ピックアップガチャ期間は1週間となっております。6月17日木曜日から6月24日木曜日まで1週間でございます。お見逃しないようよろしくお願いします。そして今回ディレルビートルについてもう一つ注目のお知らせございます。それがこちら。なんとね、この機会にまたことぶき屋さんがメダロットプラキットシリーズのね、ディレルビートルの再生産をご検討いただいているという形で情報が入ってきております。これはね、非常に嬉しい話でございます。ぜひね、再生産が決定したらね、またお知らせしたいと思いますね。楽しみにお待ちいただければと思います。そして続いて復刻ピックアップガチャに関する情報でございます。なんと今週アークビートルダッシュのね、ピックアップガチャが早くも再登場いたします。オークワ型のティレルビートルとはね、ついになるね、こちらヘラクレスオオカブト型の機体でございます。こちらもね、メダチェンジが可能な機体となっております。メダチェンジ後はハイパービーム、パワーライフ、メガガトリングというね、非常にね、技が全体的にパワーアップされるような機体でございます。チャージゲージは消費するものね、回数無制限で強力な技を放てる上ね、装甲が一体化されることで破壊されにくくなり、長く踏みとどまって戦うことができるってね、強みがございます。期間は同じく1週間になっております。気になる方はぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。そして続いてはイベント情報のお知らせでございます。今回開催するのはこちら。はい、挑戦ロボトル国演編でございます。今回はゲーム版メダロット4に登場しているメダロッタ玄武の国演がね、パートナーのチベヒーモスと共に登場いたします。挑戦ロボトルについて簡単に説明いたします。
挑戦ロボトルとは、ロボトルワールドに訪れたメダロッターと対戦し、そのロボトル結果に応じたロボトルポイントをね、集めるようなイベントでございます。ロボトルポイントを貯めると Z 仮面から報酬をもらうことができます。そして個人でロボトルポイントを貯めて報酬を受け取る以外に、みんなでミッションというね、ものも合わせて開催されます。ロボトル回数20万回を目指せなどのね、ミッションが1日1回更新され、全プレイヤーが力を合わせてクリアを目指すといったようなものでございますね。皆さん挑戦していただけると嬉しいです。日程については6月17日木曜日の15時か、6月24日木曜日の14時59分の開催となっております。それでは今回活躍する玄武の黒煙について紹介したいと思います。2つ名は目覚め新物、プロフィールはゲーム1メダロット4に登場、北の四天王、玄武の黒煙。おみくじ町の北に位置するサザンカ町と亀山小学校を支配する可愛い女の子が好きっていうね、いや目覚め新物っていうね、2つ名はかっこいいですよねということで、メダロット4にね、四天王として登場していた白虎の白馬に続いてね、こちら今回玄武の黒煙が登場しております。可愛い子に対するね、熱意が非常に高いキャラクターでね、ゲーム版メダロット4ではね、かなり強烈なイベントね、多数登場したというところで、印象が強い方も多いんじゃないかなというふうに思います。今回白虎の白馬くんに続いて挑戦ロボトルでの参戦となっております。四天王から2人目実装でございます。そして今回もイベント限定報酬として、ロボトル講座、各種ブースター、合金等の育成アイテムやね、エナジー EX、ルビー等がゲットできます。オメシスさんとのコラボで始めていただいたメダロッターの方もね、今回のイベント、様々なメダロットを育成できるね、非常に有効なアイテムがゲットできるので、ぜひイベントの方参加していただければと思います。特に今回の目玉報酬となるメダロッターの玄武の黒煙、メダロットのチベヒーモス、そして金牛メダルはね、この期間にしか手に入らないものなので、必ずゲットしていただければと思います。その今回のイベント限定の報酬、メダロットチベヒーモスについても紹介したいと思います。 BHN 型メダロット、旧約聖書に登場する巨獣ベヒーモスをモチーフにしたメダロットでございます。こちらメダロット4で初登場、玄武の黒煙のパートナーとしてね、登場した機体でございます。技の構成としては、頭部パーツが妨害クリア、右腕がブレイク、左腕もブレイクでございます。脚部は戦車タイプで、脚部特性はヘビーアームとなっております。貴重なサポート技のね、妨害クリアを持っているメダロットでございます。厄介なね、マイナス症状を解除することができる非常に強いね、技でございます。この技を持つメダロットを持っていない方はね、ぜひ今回のイベントでチベヒーモスをゲットしていただければと思います。報酬メダロッタの玄武の黒煙についても紹介していきたいと思います。いろんなね、パーツの装甲を上げることができるメダロッタでございます。そして今回の報酬メダルのキングメダルがこちら、射撃に直す仕掛けるが得意でね、性格はガード、得意脚は二脚戦車浮遊というメダルでございます。そして今回のイベントでボーナスポイントが発生するメダロットがこちら、こちらのメダロットを使用してるとね、ボーナスポイントが発生して効率よくロボトルポイントを貯めることができます。そして同様にボーナスポイントが発生するメダロッタがこちら、こちらのメダロッタを設定しているとボーナスポイントがつきます。イベントの詳しい遊び方についてはアプリ内のお知らせをご覧いただければと思います。よろしくお願いします。そして今週の更新情報についてお伝えしていきたいと思います。まずはメインストーリーの更新情報からお伝えしていきたいと思います。先週から公開が始まったメインストーリー第5部、今週は第2章のメダロット部は全と棚をね、公開いたします。第1章で登場した新キャラクターいぶきちゃんが、あらせくんと一緒にメダロット部に入部しようとするといったようなお話になっております。活躍はホームページでチェックしていただければと思います。そしてね、先週のお知らせでもご紹介したんですけども、いぶきちゃんにはね、ボイスが実装されているんですよね。声優の近藤玲奈さんにね、パワフルでいつも元気ないぶきちゃんを演じていただいてるのでね、そして新しい BGM もね、入っているのでね、ぜひサウンドはオンにしてね、プレイしていただければ嬉しいなというふうに思います。そして続いて激闘ロボットに関する情報です。今週は激闘ロボットにテンプとバニー、プルルンゼリー、ブルーコランダムのね、3機体が登場いたします。こちらの機体、イベントのボーナス機体にもなってるんでね、ぜひゲットしていただければと思います。その他、コンビニメダリーグについてはアプリ内のお知らせをご覧ください。そして最後にメダロットサイリローデッドに関する情報でございます。今週は明日6月16日から91話から100話の方を公開いたします。新展開となるハイビル編がね、始まる今回の更新分でございます。果たしてね、26階のビルを登れるのかどうかっていうね、ところが始まってますので、興味ある方は読んでいただければと思います。第1話から50話はね、ずっと無料開放しているので、読み始めるチャンスでございます。51話から90話を読み逃してしまった方はね、電子書籍がございます。こちらの方チェックしていただければと思います。よろしくお願いします。6月も今日で折り返し、なんかね、急に暑くなってきたんだけどね、皆さん体調を崩さないように気をつけてください。そして、ね、6月の後半にはね、皆さんに喜んでもらえるだろうなっていうのね、情報をいくつも用意してるんで、それも楽しみにしていただければとね、いうふうに思っております。それではまた来週もね、メダロットニュースの方よろしくお願いします。以上です。ロボトルファイト。